シダークレスト大学はアメリカ合衆国ペンシルベニア州アレンタウン市にある4年生の女子の私立リベラルアーツカレッジ。1867年に創立された。シンボルカラーは黄色と白。米国25州や世界33カ国からの学生を受け入れており1600人以上の学生がいる。1クラスの平均人数は20人。 90人の教員群がおり、学生対教授の比率は11、1。シダークレスト大学は2013年の US ニューズワールドレポートの大学ランキングではアメリカ北部の大学で16位という評価を受けている。また、2009年にはホーブスクキャップより全米トップ10の女子大に選ばれている。一方、社会人、大学新卒者の両方を対象にした。 男女共学のスクール・オブ・アダルト・グラデュエート・エデュケーションがある。サージュを通じて、学院や、サーティフィケート・プログラムが取得できる。シダークレスト大学は、ペンシルバニア州アレンタウンの西側に位置している。84エーカーのキャンパス内には、教室のほか、図書館、ホール、シアター、学生寮、ダヴィンチ・ディスカバリー、センター・オブ・サイエンス・テクノロジーと呼ばれる。 科学館、フィールドホッケー場、ラクロスサッカー場、ソフトボール場、テニスコート場などがある。シダークレスト大学のスポーツチームは、NCWA のディビジョン3に属しており、CSAC のメンバーでもある。マスコットはファルコン。バスケットボール、フィールドホッケー、サッカー、テニス、クロスカントリー、ラクロス、ソフトボール、バレーボールの学校代表チームがある。また、馬術。 チアリーディング、水泳などのクラブ活動もある。ありがとうございます。